はい、プロデューサーの皆さんお疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。いやー、もう今日も本日もね、無料10連回していきますよ。でね、皆さん今開催中のもうイベントどんな感じでしょうか。私はね、ちょっと仕事の都合で1日ね、そんなプレイ時間ないんですよ。それで他のゲームもね、ちょっとイベント今回ちょっと重なってきてるんで、そっちも走りたい状態なんで、まあこちら、まあのんびりね、まあ2人目のね、ゆっこの方もね、全部クリアできるように頑張っていこうと思ってます。ただね、今フェイフェイがね、の方がね、まだ走れてきれてない状況なんです。だからね、もうちょっときついかもしれないっていう感じですね、今回のイベントは私にとっては。まあというそういう話はいいとして、本日もねこちら引いていきたいと思います。無料10連と、その前に60ガシャ引かせていただきます。まあこれはね、多分ねレアなんで、まあ期待せずに回しますね。はい、安定の城です。はい、本日の60ガシャは水のみどりさんです。はい、こんな感じですね。それではね、昨日ちょっと触れなかったんだけどね、私うずきの SS レア一人も持ってないんですよ。だからね、うずきちょっと欲しいんですよね。というわけで、ね、まあ無料期間中に来てくれればラッキーだし、まあ来なかったら来なかったでまあしゃあないですからね。まあ行きますね。じゃあ運営さん、千尋さん、今日も無料10連ありがとうございます。ありがたく引かせていただきます。では行きます。ここのとこね、あれだったんでね、ちょっと期待できないかなと思ったけど、なんかデータダウンロードが重い、なんか通信障害入ったか何やろね、たまにあるんすよね、こう重い時ね。あ、走った。なんだろう、この重さがちょっと気になるとこですよね。こうロード重いとね、ちょっとねあれって思うんですよ。あれ重い通信状態が悪いんかな。私 Wi-Fi とか使ってないんでね、で普段基本的には自活、誰かが言っていた、ここ重いと期待できるよ。そう信じたい。で、やっと来た。青でした。多分なんで重かったやろね。あ、エスリア来た。あ、え、誰だ。のりこちゃん、来たー。わ、かわいくメイクデイ。三人とも SS レア揃ったー。よっしゃー、 SS レア来た。あの重さはこれだったんだな、多分。残り S レアの方が3枚ありますね。はい、続きまして、キャシーちゃん、あかね、司社長、ののちゃんですね。はい、続きまして、宮本フレデリカ、フレちゃんですね。あ、本田美代ちゃん、美代ですね。続きまして、
千秋さんですね、黒川千秋さん。かなでさん、続きまして若葉さん、うん、かわいいですね、若葉さん皆さんはね、若葉さんにね、可愛いって言ったら失礼に当たるんでね、できるだけ言わん方がいいよ。うん。何言ってんだ、私。てなわけでね、あ、これ久しぶりにツイートしたろ。ほんま。ツイートね。よっしゃよっしゃ、ツイートだ、ツイートこれ。うん。コメントなしでいいや。このままツイートしましょう。OK 。いやー、重かったからね、ちょっとね、まさかねっては思ったけど、SSL が来ましたね、今日。うわー、久しぶりに弾けた。ここのとこね、ちょっとね、惨敗続きだったからね、ラッキーかなっていう感じです。はい。てなわけで、最後はこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。本日紹介する女性はですね、ね、クールアイドルですよ。まあ、さっきクールアイドルとは同意を申しときましょう。ですね、本日紹介するのはですね、少々お待ちください。ですね、はい、本日紹介するアイドルはこの方だ。はい、岸辺彩香さんです。彩香さんは19歳、元モデル出身のアイドルです。でね、よくね、ね、特訓後の衣装とか雰囲気がね、ねえ、キャバ嬢に見えると評判なんですけども、それはね、もともと彩香さんがパーティーの帰りにプロデューサーにスカウトされて、で、アイドルとしてデビューしたという経緯があります。それでね、初登場、実はね、普段はね、落ち着いたお姉さん風な衣装をしているんです。ただね、喋り方がね、ちょっとね、やっぱりいい ね、なんていうかね、ギャルが入っているのかね、まあキャバ嬢のような喋り方をするのでね、まあそこはね、女性の秘密なんで、あんま探らないようにしましょう。というわけで、本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよという方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできますので、もしよろしければそちらの方をご覧ください。それでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。